はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。はい、今日はですね、雑談メイクしながら12月に買った購入品紹介をしようと思います。昨日さ、家で一人でさ、焼酎の炭酸割り飲んで爆睡して、だからめっちゃ顔むくんでるわ。メイク道具はこの前のやつと全く何も変わらへんから、ちょっとパッパッって感じでいきますね。カラコンワンチュースミーのハニーベージュです。もうこれしか使ってない。今までカラコンさ、いろいろ試してきて、今ずっとこのね、チュースミーのハニーベージュをずっとリピートしてる。もう何箱買ったかわからんぐらい買ってるっていうぐらい。これ色素薄くめっちゃ見えんねん、カメが。こうやって見たらわからへんねんけど、太陽光とかやったらめちゃめちゃ色素薄く見えるみたいで、友達とかにめっちゃ色素薄い目してんなって言われるから、カラコン何使ってんのとかって言われるから、もうちょっと色素薄いカラコン使いたいなって思う人やったらこれめっちゃいいかも。なんかほんで枠がボヤボヤしてるからカラコンっていう感じないねんな。たまにさ、カラコンしてんのにさ、カラコンしたらどうですかとかって言われるねんが、もっと瞳の印象変わりますよって。私カラコンしてこれやからっていうぐらい黒目ちっちゃいねんな。唇は周りリップ、マリップ大好き。あ、これマミって書いてるからドランといてな。なんか唇分厚すぎてさ、リップ塗ったら言われるしさ、ご飯食べに行った後とかさ、めっちゃ唇なんか皮むける時とかない？どうしよう、好きな人とうっちょしてさ、もしかしたら向こうの人に皮ブイってすけちゃったら。ね、化粧下地。みんなクリスマスはなんか予定がありまして、私予定あるんですけど、まあ何かっていうと、まあ好きな人に会う予定がちょっとありまして、クリスマスの夜にめっちゃ大きい会場を貸し切ってくれてるらしくて、2、3時間ぐらい歌を歌うから、マミのために歌を歌うから来てやって言われて、だからあ、そりゃ行くしかないなっていう、すごい幸せなクリスマスを過ごすんですけど、はい、ライブですね。好きな人、その私にね、北海道来いやー言ってんのに、でも多分顔も名前も多分知ってくれてなくて、しかもその私だけじゃないねんな、なんかな、何万人か集められて、みんなに対して言うから、ちょっと、みんなクリスマス何して過ごすんですか。カレットとかもそんなの聞いてないから、もう聞こえてないから、もういわゆるミーンってこっちに言ってるから、そうやで、私めちゃめちゃ天使みたいに走るから。みんなね、素敵なクリスマスを過ごしてくれたらと思います。でもさ、何やろな、学生時代は私ずっとアルバイトしてたかも。イブに友達とクリスマスパーティーとかして、大学生活全部クリスマスバイトしてたかも。もうお金稼げるし、ええやんって感じで。うわ、眉毛今日剃ってくの忘れた。まあいいや。だから眉毛サロン行こうかなってちょっと思ってて、もう眉毛がブサイクすぎて。でも一回眉毛サロン行った時に、私めっちゃ平行眉に憧れんねんけど、平行眉が似合う眉毛じゃないって言われて、元の眉毛がこういってこういってんねん。平行眉の憧れってできひんのかな、それって。やっぱしどこ行っても一緒なんかな。これファンデーション。私大学1、2年生はね、イブにな、好きなこと、まあ複数人で、複数人って言っても3人とかね、5人とかそんな感じだったけど、クリスマスパーティーしてたな、楽しかったな。絶賛めっちゃクリスマスの時期にさ、そのさ、すごい好きっていうなったからさ、好きなことを実質クリスマス過ごしてるんやと、あ、もう恋人やろみたいな感じですごい思うぐらいはっちゃけめちゃめちゃ楽しかったな。それ聞いたらグループでそうやって男女でワイワイしてるやんっていう感じで思えるかもしれへんけど、ほんまにな、そういう時しかない。基本そういうのないからさ、街中でそういうさ、男女で複数人で遊んでる人たちみたいな、なんかすごいめちゃめちゃなんやねんっていう気持ちになんねんな。ユニバとかでさ、男女のグループでその遊んでる子たちとか見たら、もう私ああいうの嫌いやからって友達に言ってる。もう全部 100% 嫉妬。あ、ごめん、パウダーはキャンメイク塗りました。もうなくなっちゃうからさ、次何使おうかな。アイシャドウはこの色をアイホール全体に塗ります。じゃあね、購入品紹介をしようと思います。もう刺してんねんけど、まずはじめにじゃんじゃがじゃーん、ルームフレグランスを買いました。これはイノブンで買って、これは無印良品で買った。この無印のこれやねんけど、田中みかんちゃんのさ、家にその泊まらせてもらった時に、ずーっとね、お姉さんがいい匂いをさせてまして、何の匂いって言ったら、無印のこれって言ってて、もうよし、パクろうと思って、すぐね、大阪帰って無印良品行って買ったっていうぐらいの、めっちゃいい匂いする。グリーンっていう色、よかったらお試しあれ。めっちゃダサいこと言っていい？この前ルックブック撮ってさ、ルックブックでその津田してるさ、こうあるやん、ルックブックのたびにその組み立てて直して組み立てて直してしてんねんけど、そのね、今回組み立てた時のその爪が甘かったんやと思うねんけど、このテレビのとこらへんに置いてて、その服さ、届いたやつこう切ってハンガーかけてっていうのをしたら、グワーって一回倒れてんけど、私このさ、このルームフレグランスをこのテレビのここに置いてて、ほんじゃさ、もうブワーンってこのオイルこぼれて、もうこれ買ったばっかりのに、もう半分ぐらいなくなっちゃって、一日中さ、このルームフレグランスのこの匂いがもう部屋中に充満して、一回さ、家の中でこうしたらさ、ちょっとさ、あ、もうこの匂いいいわってなれへん。だから私今これな、ビニール袋入れて玄関前に封印してる。なんかこれはスズランの匂いってやつで、すごい匂ってていいなって思ってんけどさ、店のとこで嗅いで買ったら、案外あれ、めっちゃ大好きな匂い
匂いって感じでもないなって思うときない。もちろんいい匂いやけどな。続いてはね、あの京都のイノブンで買ってんけど、京都のイノブンめっちゃでかいね。びっくりした。1階から4階まで全部雑貨屋さんって感じやから、あの雑貨屋さん巡りとか好きな人はほんまにめっちゃ楽しいと思う。食器とかなんか何でもかんでも置いてるし。でそのイノブンで買ってんけど、かわいない非常食って書いてる袋と、スマホリングスターって書いてるやつで、紙石鹸めっちゃ可愛いない？全部さ、レトロって感じでめっちゃ可愛い。もう一個アイシャドウ、これを目の際に塗ります。私あの非常食にはお菓子とか入れてバッグに入れて持ち歩こうと思ってて友達からの突っ込まれ待ちみたいな感じでずっと常に常備しとこうと思ってます。なんやろな、レトロな感じの方がめっちゃ好きやねんな自分。これ新しく携帯さ変えたらさ、つけようと思ってて、自分まだ iPhone XS やねん。もう2年以上使ってるから1月ぐらいに変えようと思ってて、変えたらねこれつけようと思ってて、でこの紙石鹸は普通に可愛いなって思ったし、なんかたまにさ、あのさ、トイレとかでさ、石鹸ないとこあるやんか。だから石鹸なんか持っときたいなってすごい思ったからな。あ、紙石鹸めっちゃいいやんと思って。紙石鹸自体使ったことないからどんなんか分からへんねんけど、試してみようと思う。次、ラメラメを涙袋と目の上に塗ります。さっさっさっ、この目にラメラメ塗んのめっちゃ気に入ってる。ちょっとラメった可愛いよな。これペンシル目元に塗ります。なんか一人暮らしするまでそんなさ、ルームなんやらとかもそんな興味なかったし、雑貨とかもそんな興味なかったんけど、一人暮らししてからすごいそういうの興味が出て、雑貨屋さんあったらすごい寄ってな、ずっとね見ちゃう。なんかそういうちょっと古風なさ、ヴィンテージみたいな感じの雑貨屋さん行きたい。次、クリスマスカード買いました。友達とかとさ、そういう手紙交換とかなんかそういうなんか添えたりとかする。私はさ、すぐあのめんどくせえとかって頭に出てくるタイプの人やから、なんかそういうのやれるの素敵な女性でいいよなって思うけど、実際そういうのしたことがないんか。これも友達に送ろうかなって思ってるけど、どうするか分からへん。とりあえず買ってみな。今回使えへんかったら来年にまた渡せばいいしね。次、シェーディング。このブラシ太すぎて早く違うの買いたいと思うねんけど、 Amazon とかでさ、めっちゃいっぱい入ってる筆あるやんか。ああいうの買いたいなと思うねん。またそういうもんな、まあ、できてないねんな。次、マスカラ塗ります。もうビューラー使いすぎてどこなんか分からへん。なんか自分のさ、家のさ、上の人がさ、いつもめっちゃうるさいねんか。横とか下とか何も聞こえへんねんか。住み始めて何ヶ月間かは上下左右何も聞こえへんからさ、めっちゃ当たりなとこ住んだと思ってんけど、ここ2ヶ月ぐらいからなんか上の人新しく住み始めたんかな。カラオケ行くレベルの大熱唱をしてはんねん。普通に声も顔もぐらいのゴーンじゃないもゴーイモーみたいな。多分月から金は外に出社してて、土日が多分休みやと思うね次、眉毛エクセルですね。鼻筋とかはもう多分もう仕事終わってめっちゃ嬉しいんやろな。やばいぐらいずーっと音歌ってんねん。よう歌ってんなーって思って聞いてんねんけどさ。最後にハイライトですね。なんかその初めはな、よう歌ってんなーぐらいやってんけど、だんだんちょっと、いやうるさい、ちょっとしつこいってなって、まああと自分がむしゃくしゃしてる時とかはさ、もうそんなん寛容でいられへんよ。うるさい、むしゃくしゃするーと思って、何の歌歌ってんねんと思って聞いたらさ、明日今日よりも好きになれるって、もうグリーンの奇跡とか歌ってんのよ。でまた違う日もさ、なんか歌ってるわーと思ったらさ、君が大人になってってスキマスイッチの体歌ってんねん。絶対悪いやっちゃうやんかグリーンの奇跡歌ってて、奏で歌ってるんやったらもう許したろ、しゃあないってなってしかもね、めっちゃ音痴とかじゃないね。ちゃんと音程合ってんねん。そこそこ上手いから、まあ聞いたるかって感じで聞いてあげてるって感じですね。最後にリップですね。でまた昨日なんか歌ったから、もうこれから歌ってるやつメモしていったろって思って。何歳なんやろな、同い年ぐらいの同世代やと思ってんねんけど、だってグリーンの奇跡やもん。でも昨日な、 I love you って尾崎豊の I love you 歌って、もうちゃんとさ、ふーふーまで聞こえてんねんな。すごない？お隣の生活音とかも声も一切聞こえへんのに、上の人だけすっごい聞こえねんな。なんで？メイクをさ、あのそこまで何も変えてないけど、このリップを2つ使うようになってから、なんかめっちゃメイク上手になってないってすごい褒められるようになったから、自分の顔に合ってんのかな、色がね、オレンジピンクみたいな。続いて髪の毛をしたいと思います。髪の毛くるくるにしすぎてすごい髪の毛してる。てか髪の色めっちゃ茶色になった。見える？めっちゃ茶色やな。めっちゃ明るい色とかしてみたいんだな。黄
しむベッドの上でなんやらを寝るよ。ホテルを温めるのを待ってる間に次ね、本を買いました。ハッピーアムアム、カレー屋さんで地下がそういう雑貨とか本とかいろいろ置いてるみたいな感じのお店で買ったんやけど、中がさこういう感じで4コマになっててさ、ラップじゃないけどイン踏んでるみたいな感じでなんかいろいろ書いてんねんな。じゃあちょっと読んでみます。カフェのご飯、かわいい私になれる、みんなでご飯、ワイワイの私になれる、自然のご飯、元気でピュアな私になれる、うちのご飯、心がいっぱいな私になれる。かわいない？一つの題材でいろんな気持ちが生まれるよみたいな感じのこと書いて、アイディアとしてなんかすごい余波線か発想として、だから買おうと思って買った。他はね、ファッションで新しい私になれる、ファッションで違う君に会える、ファッションで私を見直してもらえる、ファッションで君のことをもっと分かってくる。ああ確かに、やっぱ服とかでさあ、この子私と合うかもとかさ感じちゃう時あるよな。それめっちゃ思うわ。そうなんで、決めたらあかんなって内心思いつつも、やっぱしファッションとか見てな決めつけちゃうところあるよね。あとはなんかこう生活と言い訳っていう、これもただ本やねんけど、こういう感じで絵があんねんけどさ、その横にさその作者のさこういう感じでこれはこう書いたみたいな下書きとその考察みたいなの書いてるから、えなんか面白いなと思って買ったね。帽子も買いました。バケハと、かわいいイノブンで買った。これあの街中で買って気取ってる。なんでやろ、昨日ドライヤーしたのになんかめちゃめちゃ今日ボワボワしてる髪の毛が。なんか後ろ髪もすごいさ可愛い人になりたい。うわほら見て、めっちゃ寝起きのあの枕にすっごいなつけて寝たみたいになってる。じゃあよし、これで終わりたいと思います。今年の毎日メイクも終わりです。今年とか何やらかんやつけたらな、ちょっとこうね、あ